右ロック5番山本礼二郎くん、左センター12番松沢俊平くん、なお、この試合のレフェリーは日本協会公認新井拓也、アシスタントレフェリーは下田、立川、飯田、以上の3名です。この試合は30分ハーフで行われております。後半の選手の入れ替えを知らせいたします。常翔学園高校1番上野颯太君に代わりまして、22番寺西志輝君、6番渡辺海斗君に代わりまして、24番福本千穂君が入っております。常翔学園高校12番岡野京吾君のトライです。常翔学園高校5点を追加いたしました。
常翔学園高校15番吉本翔輝くんのトライです。常翔学園高校5点を追加いたしました。18対19になります。Yeah!
半のラストタイムは0分です。ラストタイムは0分です。検討しました。